こんばんは、シエルです。今日もフラリシュ練習をしていきたいと思います。デックはチェリー果汁。綺麗なトランプだとやりやすいかもしれません。指が痛くなってきた。前にさ、リフルファン初めてやった時にすごい上手にできたんだけど、カードが良かったんだな。はい、今宵もバックパームカードショット引き続き練習していきます。今日はお食事シーンのレストランはですね、私がね、マジシャンになりたての時にボランティア団体に属していて、でそこで私マジックショーさせてもらっていたんですけど、20分から30分のサロンマジックショーをね、毎月やらせてもらっていたんですよ。で、その時に今ボランティア団体の、メンバーが一緒なの で毎月本当それに向けてマジック道具をたくさん買って、で衣装もね、毎回違う衣装にして、で2年ぐらいに参加してたから24ヶ月だから衣装もそれで、24着ぐらいに増えたわけなんですけれども、その当時はすごいショー作りをしていたというか、たくさんマジック買ってたくさん練習して、衣装も新しくして、なんか頑張ってたななんてふとその会場の近く歩きながら思ったんですけど、ボランティア団体なんでお金もらえないんですけど、月数万ぐらいお金を毎回かけてやってましたね。なんか私は本当好きなこととかだと全然お金ガンガンかけられるタイプの人間だったので、全然それは苦とかじゃなくて、いろんなねマジック道具をね買ってはなんかニコニコして練習していましたね。で私、からくりさんに弟子入りしてるんですけど、最初はからくりさんにねレッスンをしてもらって、師匠から教えてもらうっていう感じだったんですけど、途中から、マジックショップで、自分の好きなネタを買って、練習して、で、それを師匠に見てもらうみたいな感じの、マジックの学び方にどんどん変わっていって。でマジックショップでいろいろマジック道具を自分で購入するようになった時に、師匠に言われたのが、マジック道具は買っても9割使えませんっていう話をされたんですね。で最初は何のこっちゃって思ってたんですけど、マジック道具が使えないっていうよりは、そのマジックがレパートリーに入ってこないっていう、意味なんですけども、その通りだなって思っていて、マジックネタを買っても環境的にできないものがかなり多いんですよね。やっぱり動画で見てるとすごい不思議で、ああやりたいなってなるんですけど、いざ商品が届くと、いやこれちょっときつくないっていうことが多くて、営業マジシャンで営業やってるとすごい環境が限られているので、ちょっと演じるには難しかったり、私の場合は衣装がタイトだったりするので、体に仕込むことができなかったりするので、そこでさらに不可能なものが増えていってしまうんですけども、その中でも師匠の教えは、レパートリーに入んないからそんな買わなくていいんですよとかではなくて、使えなかったりレパートリーに入らないにしても学びになるから、とにかく気になるのは買ってみなさいっていう感じで教わりました。道具興味あるものはいろいろ買ってみた時に、実際は現場では演じられないんだけど、解説とか DVD とか見て、うわこれすごい考えた人やばみたいな感じで、感動したりとかしていたので、学びとして結構投資をしていましたね。あとは単純に難しすぎてできないっていうのも結構ありましたね。たまにあるのが、受け取った時にもうすでに壊れてたりとか不良品っていうのがあって、そういうのはね返品とかして変えてもらえたりするんですけど、最近ね5、6年前に買ったネタで不良品だったものがあったんですよ。でそのままにしてたのを、なんと最近現場で演じました。5年目にしてようやくその道具がデビューしたわけなんですけども、そんなこともあったり、結構マジック道具とお値段するものもあるんで、使わないにしても捨てれないんですよね。それが一番結構厄介かもしれないですね。幅だけ取るみたいな、家の。私は実家に結構大きなものは置いてあって、で今はそこまで
巨大な幅を取るものは家にはないんですけど、やっぱそういうのもね、ただ眠らせとくのもあれなんで、まあ、どうにかしなきゃなとは思ってるんですけど、マジシャンって結構断捨離苦手な人多い気がします。いつか使うんじゃないかっていうものが結構多いで、高くて捨てられない。さて、今日のバックパームカーブショットは成長したのでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。